はい、さあそれでは行ってみましょう。2024年慶応義塾大学経済学部の英語を見ていきたいと思いますね。はい、好評なんですが、トピックとしてはやっぱりおなじみのものが出てきたなっていう印象ですね。はい、リモートワークに関してが最初、そして次がディスインフォメーションですね。まあいわゆるフェイクニュースとかさ、ああいった形の内容ですね。はい、が登場しました。なんで英作文としてはまあそれらについて述べると。で、引用のね、そう、具体例がなくなったトピックがあって、そう、具体例が載ってない。で、引用する際には必ずこのコーテーションマークスつけなさいっていうですね。まあ、ほんとね、その通りなんだよ。そう、直接引用の場合はね、つけなきゃいけなくて、これはまあ自分自身が一番慶応の経済の英作文見てますから、これを添削することが最も多いので、本当に引用符つけ忘れちゃって、一体どこが引用なのってなる人すごく多いんでね、これ大事です。そう、言い換えてるんだったらね、別に引用符いらないんだけど、うん、ほら、著者名、出版年などを入れるって書いてますね。これもう忘れちゃう人多いよね。で、この具体例がなくなったから、引用の仕方をね、やっぱもう覚えてかなきゃいけないっていうので結構厄介かなと思います。で、内容としてはやっぱりオリジナルの英文なので、そうです、慶応経済っていうのは元の英文がないので、なのでまあ優しいんですよ。一番優しく作ることができる長文がね、難しい表現とか避けて、あ、もちろん総計レベルなんで入ってはいますよ、難しい単語はね。それでも難しいストラクチャーとか難しい単語が少ないですね、多学部に比べて。そういった意味では長文は優しいです。まあこれ毎年のことですね。文章自体は優しい、ただし向こうがオリジナルで作ってるから、いやこれどうなのって思っても何も文句言えないんですよね。これが正解ですって言われたらもう何も言えないっていうのが厄介なところ。今年は選択肢が結構厄介なのがある印象ですね。選択肢2択までは絞れるんだけど、その後がいけないよっていうのが例年より多かったんじゃないかなと思います。で、大問4は去年からの新形式をそのまま踏襲してますね。はい、和文英訳は出題されませんでした。日本語を読んで選択肢は英語っていう、もうわけのわかんないやつですね。それがまた出ました。とにかく内容一致が少ないので、該当箇所がどこにあるかっていうのも分かるようにできているので、まあ、そういった面ではやっぱ長文は他の学部よりは優しくできています。ただね、あの第1問と第2問の文章の照らし合わせ、第3問と第4問の文章の照らし合わせあるんで、は先に説問見といた方がいいですよ。大問1、最初が Unprecedented Numbers でしょうね。はい、多くの人が仕事辞めちゃうと。で、2番は、あ、協調公文だったよね。It was なんとか that sparked the remote work revolution in 2020ですね。はい、リモートワークをここ促したものっていうのは、テクノロジーでも社会の変化でもなくてウイルスだですね。はい、次、トイさん。あ、これもね、厄介な問題だと思ったよね。これもだから文句言えないよ。いや、実はこうですって言われても。だまあ、surprisingly とか書いてあったんで、5.8 までですね、増えたんだよっていう驚きが書かれてるから、だから4とかさ、predictable っていうのはおかしいわけだし、3番もそうですね、it could hardly have been otherwise。他のようになることはほぼなかっただろう。難しいですね、これね。そう、だからこれも驚きじゃないわけですね。当然のことだろう的な意味なんで、3と4はね。だから逆なんですよね。で、答えが2です。これなんでこうやって増えたのかは説明するのは難しいけど、一つだけ言えるのはリモートワークってことです。いや、いい選択肢だなと思った。で、次が employers benefit just as much as employees ですね。employees と同じように employer も、地代がかからないからね。オフィスとかね。家賃とかかかんないからね。ちなみに次の段落に win-win っていう単語が出てるので、そこもヒントになります。はい、で、単語入れるやつ。streamline。ね、はい、まあ、知らないとちょっと難しいかな。流れをこう良くするわけですけど、operations っていうのが来てて、で、次が provide 何々 for 人の形。その後が empower the business to take on ですね。はい、empower 人というですね、なんとかを可能にする、力を与えるってこと。まあ、これは語法でいけるけど、単語のレベルはちょっと高い。で、8番が whether it be at home at the local cafeOn the top of mountain or at the sunny beach ですね。ここだろうが、ここだろうがってやつ。そう、weather でこれね、be 動詞原型来るんですよ。weather it be。だから weather it may be とかだったら簡単なんだけどね。あるんですよ、この形。で、9は、まあ4でしょうね。いい点がいっぱい書いてあったから。で、10が、not necessarily a bad thing ですね。レストランにとって悪いことだけではないよって言ってたから。だからデリバリーとかさ、ああいうのを使えばいいって、ね。まあコロナ禍でね、レストランいっぱい閉じちゃいましたもんね。次は、they will be rewarded with ですね。ロイヤルエンプロイーズっていう形。はい、reward A with B の形。なんで、こういう風に結構長文しか出ないから、文法語法なんかやらなくていいって勘違いする人が多いんだけど、そんなことないですかね。こういう風に語法で出題されてますよね、実際に。これ忘れないで。
はい、で2つ目はダークサイドの方ですね、はい、1個目リモートワークがいいって書いてあったら次は絶対リモートワークが悪いっていう長文が来るんで、だ必ず対立になってるので、まあ、そこは慶応の経済のまた優しいところでもある。だ筆者の主張はもう分かってる状況なんで、絶対に良くないっていう。最初がleading to ですね、これにつながる dense urban centers が leading to the growth of culturally rich cities、 rich cities につながる、まあ、因果関係はよく出る growth ね、はい、慶応の商学部にね書きで出てましたよね。次 many took these figures at face value ですね、この文字通り受け取るってやつです、 face value ですね、そう額面上とかでこれ出ますよ、総計前に数字が出てて、ね、リモートワークでなんだっけ生産性が上がったみたいなですね。でも本当にそうなので、4番にあるちなみにこのですね rosy ですね、オプティミスティックの意味です、これですね、はい、楽観的なって意味です、この rosy。 14番これいい問題だなと思った、引っかかる人いるだろうなと思った、あの一生懸命ね分野で戦った人も多いと思うんだけど、あと形か後ろに increased productivity is concernedっていうので、そうです、これ as far as なんとか is concerned ですね、めちゃめちゃ有名じゃないですか、なんとかに関する範囲ではみたいなやつですが、そうこれが so far になってるからね、ああ引っ掛ける気満々だなと思った。 match as とかね where as とかに引っ掛かんじゃないかなとちょっと思ったね。15は creativity でしょ、2つのことが並んでて、2つ目は、まあ、innovation って書いてあったから、だから creativity のことね、これまあ後ろ読まないと分かんないからね、セカンドの部分に当たるやつよね。で次がこれ doubled ですね、2倍になった、で何の2倍なのか、いろんな数値が書かれてますけど引っ掛かんないでね、 1 in 5の2倍だからね、 1 in 5、 5分の1でしょ、5分の1って言うと 20% だから 20% の場合は 40% ですね。で、約2倍。で、almost っていうのはそこに届かないって意味ですから。そう、だから2倍には届いてないんですよ、ちょっと。だから40より少ないはずなんで。だから39です。数値はね、簡単めに作られることが多いからね。まあ、経済学部だからね。で、次がむずい。どれが一番悪いのか。だから人家みたいな問題だなと思った。まさに人家こういうの出してくるけど。一番被害を受けるのはどれか。いや、どれも被害を受けてるんですよ。難しい。文句言われたら何とも言えない。だ一応 disastrous っていうのがあるから、まあそしたら、rural towns and villages にいる人たちかなって思うけどね。それ以外のヒントがない。どれもだって害を受けてるじゃん。いいわ。only a fraction ですね。はい。フラクション。また出たじゃん、これ。フラクション。あれどこだっけ？前に説明したよね。もう、だ少ないわけですよ。だエナジーコストがね、かからなくなるとかって思っているけど、リモートワークすると。いや、でもオフィスにね、今日人がバッといた方が、一人一人の家にいるよりもエナジーはかかんないって話だったよね。で、次が2つのアーティクルを比べる。今年は優しめだったね、これね。ガバメントがポリシーズを作れなんて言ってないから、どっちも。で、1人目の人がいいって言ってて、2人目は環境に悪いって言ってるから。だから1、1人目って。はい、次がディスインフォメーションですね。はい、あ、1個目いいですね、これね。It can be materialized from だよね。これからできる。これも因果関係を表すんだけど、なかなか難しいと思って、消去法でこれかなと。で、Echo Chambers。これめっちゃ大事。Echo Chambers ってさ、なんかでやったんだけど、忘れちゃったよ。自分の考えがこう、どん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 伝わってきて、ますます自分の考えがそうね。正しいとかって思っちゃうんですよね。エコーする部屋にいて。SNS の危険性とかっていうテーマで出てくることがあるやつです、これ。で、最初に書いてあるのが、A variety of ideas ですね。はい、アイディアに触れた方がいいよ。A variety of, ほら、大事ですね。これね、やってますよね。ああ、そうか。小学部の方が selection of 出てたもんね。で、次は、number of viewers。viewers は簡単ですね、これね。はい。その動画とか見てる人とか。で、次は QAnon Conspiracies ですね。QAnon Conspiracies は知らなくても、まあ、Conspiracy っていうのを知っとけば、わかるね、陰謀論っていうのが分かってればできます。 QAnon っていうのはあのドナルド・トランプがペディフィリアーズと戦ってる、その幼児愛の集団とかと戦ってるみたいなね、そういう風な陰謀論、トランプは素晴らしいんだみたいなね。で次が Deliberate Spreading of Doubts by Politicians。 ポリティシャンズたちが伝えるんだよね。だオフィシャルナラティブとか書いてあったから、まあこれはポリティシャンだろうなっていうのわかるよね。だから文法合法で考えてもどれも いろんなのが入っちゃうからさ、このね選挙がいじられてるんだとかっていう風にね発言しちゃったら、それこそ、ね、政治不信につながっちゃうよねみたいな感じなかったっけ。ちょっともうこれ昨日の夜中の3時ぐらいに解いてるので で次がディベートをした方がフェアになるって思ってるけど、ディベートが逆にバイアスにつながっちゃう的なことを書いてあったよね。で次は信じないなんで、だからアズのお城ですねが絶対フィクションになってるはずなんです。で当てはまると思う、当てはまるやつって言ったら、それが事実だろうが事実じゃなかろうが間違ってると思うってことの4でしょうね。スケプティクスって書いてあったよね。スケプティクスって書いてあったんで、だからまあ分かりやすいかな。で、次のが、アットベストですね。あ、ミックスドリゾーツですね。いい面だけじゃなくて悪い面も。あ、アットベストせいぜいじゃん。え、これ、理工に出てたよね。
正解に。次がインテレクチャルでしょうね。これはまあインテレクチャルトゥールスじゃない、インフォメーションに関することだから。で次がナチュラリー、当然ですよねこれは。はい、そうナチュラリーって自然にって覚えるんじゃなくて当然って覚えておいた方がいいですよってよく言うやつ。で次はストレスですね。はい、もう発音アクセントの問題出ますからね。これはコンスティテューションとコンスティテューショナルが同じだから、あとは変わりますからね。で次は変わるやつですね、アクセントにしよう。これはプロデュースとプロデュース、プロデュース生産する、プロデュースは成果ですね、野菜とか果物で。日本語で批判するわけですよ、さっきの。そう、伊藤が全く根拠がないって言ってるのはどれですかってね、cite any research でしょうね。何も出てなかったしね。そう、議論するのは問題だ。そう、議論することによって逆にフェアじゃなくなっちゃう、バイアスにつながっちゃうみたいなのはデータが何もないじゃないかってやつだね。で、次が、これベイツさんが原因だって言ってるけど、間違ってるのは。2番は書かれてないよね。これ本当なのって思っちゃうんだけど、こんながっつり批判してるのにさ、そんな内容ベイツさんのところには出てきてなかったよね。もう夜中に3時過ぎてんのに、え、そんなのあったっつってまた読んじゃったよ。だからガバメントコントロールやりすぎたらやばいよ的なことも書いてあったよね、そもそも。ガバメントは重要とは言ってたけど、ベイツはこの人は極めて甘いとかって言ってたっけ。だからそれが4で、両方が言えるのは4でしょ。これはもう、はい、ポリティカルディスアグリーメントとか分断とかそういうので出てたよね。いや難しいよ、この特にこれ合ってんのかなって思うのが結構あった。慶応側が言ってきたらもう何も文句が言えないっていうのが悲しい。皆さんどんな英作書きました？ちなみに受けた方感想お待ちしております。うん、選択肢がむずいっていうのが印象でしたね。で4番は和文英訳の方が良かったな。これだといちいち参照して見に行くのがめんどくさかった。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。